こんにちは、ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様。ちょっとあんまり映ってないですね。正座をやめてあぐらにします。改めまして速稼塾の久保です。今回はですね、腹斜筋を鍛えるトレーニングを1分間トレーニングでやっていただきました。あ、ちなみに私セブンイレブンのポロシャツ着てますけど、別に勤めてるわけじゃなくて、これ部屋着なんですよね。セブンイレブンのね、これまあ本当のスタッフのやつなんですけども、なんかね、あのうちにありまして、たまに着るんですよ。ただまあ勤めに行ってるわけではございません。コンビニにほとんど行くことがありませんのでね、もう何年間も。まあ腹斜筋っていうと、ここの筋肉ですか、この辺、ここってのはすごくね、筋肉つきにくいんですよね。ここ贅肉はつきやすいんですけども、筋肉つきにくくって贅肉落ちにくいというね。私も結構こうついてますけどね、見えるかな、ここね、こうついてるんですけども、この腹斜筋の鍛え方を今回ミスター M さんがやってくださいました。結構きついです、これは。こうやってうっうってやるね。シルベスター・スタローンが腹筋した後にうっうって横に振ったりとかしますけどもね、ジャッキー・チェーンとかもあんな感じですよね。1分といえども地獄の苦しみでございます。まあだからこそやる意味があるんですけどもね。やっぱ苦しいことってのは短く終わった方がいいですから、短くて効果がある方がいいんで、今回のトレーニング非常に参考になりますんで、またね、動画説明欄からご覧いただきたいと思います。さあ、それでですね、私が前回お願いしたホームジムとか、あとダンベルとかのね、機材のね、紹介をできませんかってことをお話したら、まあ今度してくれそうなんで、すぐにではないですけどね、少しずつしてくれると思いますんで、楽しみに待ってみましょう。やっぱり筋肉マッチョとしてはね、筋肉マッチョを目指す男の子としては、あの機材いくらなのかなとかね、組み立て方大変じゃないかなっていうのは気になると思いますんでね、そういうところもミスター M さんからいろいろと教わっていきましょう。それでは動画の方どうぞ、説明欄から。